お前は誰だ？戦後。笑わせるな。ほう、それはこっちのセリフだ。お前こそ誰なんだ？まさか俺より自分のことを知っているとでも思っているのか？いいだろう。お前の意識が消え去る前にここがどこなのかしっかり見せてやる。エリシアか。お前の思い通りになるとでも？本当にそう思ってるのか？俺の記憶違いでなければ、ここはお前にとっても見知らぬ場所だろう。お前も大半の人間たちと同じだな。死が訪れるその日まで、自分の心を見極めることはできない。いっそのこと、お前への鼻向けにでもしてやろう。なるべく。悔いなく死ねるようにな。ほう、これはお前が長編手術を受ける前に壊した第十の神の鍵か。どうやらエイマーの死は特別みたいだな。戦後の心境にとってここは絶対的な神部だったが、彼に関する記憶は保たれたままだった。お前は一体何がしたいんだ？言ったはずだろう。選別として自分を見つめ直せるようにお前に協力してやってるんだ。多くの人間たちは死ぬ直前になっても自分が誰なのか何が欲しいのかを理解できない。お前は奴らのようになる必要もないし、なりたくもないだろう。エイマーはあんな風に死ぬべきじゃなかった。ほら見ろ、俺が出した結論は、そういう人類の虚妄の上に成立している。今になってもなお、お前は自分の心を騙そうとしているだろう。あの副官は大獣律者として選ばれた。しかも最も脅威のある個体だ。必ず死ぬと分かっていたくせに。お前は言葉が通じないのか？それとも耳が腐ってるのか？彼の死は理解していた。だが、何の意味もなく死ぬべきじゃなかったと言っているんだ。俺はこの手で彼の結末に意味を与えた。だがお前は、彼の名を口にする資格すらない。いいだろう。俺はお前だ。お前を説得する力などないからな。だが、
一つ気になることがある。長編因子を手にしたお前がエイマーのコアで作られた神の鍵に触れたとき、一体どんな変化があったんだ？おかしなことに俺にはその記憶がない。お前にその資格があるとでも？彼が何になったのかは重要ではない。彼が何を成し遂げたのかが重要だ。そうだろ？どうだ、一人の思考はやはりその記憶と密接な関わりがある。そうだろ？だが、おう、ああ。あの時、本当に助けたかった人間でさえ救えなかった。だなんて、よくもそんな皮肉が言えたものだ。戦後、戦後、お前の怒りがどこから来たのか、少し分かってきた気がするぞ。お前も奴らと何の違いもないじゃないか。まあいい、続けるぞ。ほう、あの療養所での出来事か。どうした、思い出したくないのか？今でもないだろう。今の状況はかなり特殊だ。俺たちは戦後であり傍観者でもある。だが俺の考えは必ずしもお前と同じとは限らない。例えば象徴としてここに残されたこの武器、強化のせいで記憶がおかしくなっていなければ、サクラは任務のためにお前の二つ目の家を壊した。そうだろう。無論、それは一つのきっかけに過ぎない。だが、火を追うががお前を発見した過程があんな残酷なものじゃなかったら、お前は一般人として死ねたはずだろう。もういい。お前に桜を評価する資格はない。桜？あいつに関しては確かに理解できないところがある。あいつを憎むには十分すぎる理由があるが、お前はそうしなかった。しかもお前は楽園の空間を壊した。あいつのためにそこまでしたのはなぜだ？何かをしたい時に理由がいるのか？お前に何のメリットがなくても。答えたくなければそれでいい。そうだ、お前の怒りは実に変わってる。これらの記憶から見ると、そもそもお前は誰かを憎んだことは一度もなかった。ほう。やっとわかったぞ、戦後。道理でお前は桜に対して何のわだかまりもなかったのか。療養所が片付けられた日、またはその後、無力さを感じるたびに、お前が憎んだのは、お前自身だけなんだな。
だからお前の怒りは消えない。お前が死なない限りな。そうだろう。気が済んだか。自分自身に興味がないみたいだな。それもそうか。悲しみの中にいる者の方がより人類らしい。しかし、もっと面白いことを見つけたぞ。療養所で運び屋として過ごしていた自分をお前は不満に思っていないようだな。あの頃のお前は殺しを楽しんでいなかった。奴らは見えなかったようだが、子供たちに褒められた時に微笑みさえしたとは。それはつまり、もし選べるのなら、完全に獣になったお前でさえ普通の人間になりたいと思うのか。黙れ。違うのか。なら分かった。お前は普通の人間になりたくないのに最後まで自分を憎んでいた。大した偽装だな、戦後。面白い、面白いぞ。道理で奴らは全員お前を仲間だと思ってたわけだ。誰もが恐れ、最も多くの敵を殲滅してきた獣は殺しを楽しんでなどいない。力を求めるのは何かがあった時にいつも弱く無力さを感じるからだ。普通の人間の生活。いや、お前が求めるのはそんなものなんかじゃない。だから黙れと言ってる。ああ、落ち着け。死ぬ者と言い争う必要などない。どうやら俺たちの散歩はまだ終わっていないようだな。ここでぶつけ合っても何の意味もない。じゃあ行くか。この先が最後の場所のはずだ。体にとっても心にとってもな。かなり遠い昔の記憶だが、相変わらずクリアなままで分かりにくいな。お前は本当に空から落ちてきたのか。あのアポニアに記憶を改ざんされたんじゃないだろうな。あいつにそんな度胸はない。そう信じてやる。ならお前はあの無知で崩壊に脅かされたあの村に落ちたのか。それがどうした。いいや、空から落ちてきて何の怪我もないお前を奴らは怪物ではなく神として見ていたのか。お前が奴らが初めて目にした崩壊獣に勝てた人間だったからか。他に何の理由がある。あの時代の崩壊など普通の人間にとってまだ常識の範疇内だったはずだろう。しかしまあ、それもそうか。そもそもお前は人類じゃないからな。というより未だに唯一無二だ。それはそうと、奴らは自分たちの神様に対してあまり友好的じゃなかったみたいだな。それが習わしでも本能でも、お前は奴らに気づかれるべきじゃなかった。盲目的に崇められた衣類は所詮衣類に過ぎないからな。いい結末などない。だったら何だと言うんだ。簡単に言うじゃないか。
あの痛み。記憶によればあまりにも深刻そうに見えるぞ。お前はコズマに嘘をついた。そうだろう。お前が戦場で痛みに耐えられたのは根本にこの経験があったからだ。当時のお前はこの柱に縛られていたんだな。お前には関係ない。当然だ。ただ奴らのやり方が少し馬鹿げてると思った。それだけだ。いくらお前が強かったとはいえ、その血が崩壊に対抗する薬として使えると思うだなんてな。ごちゃごちゃとうるさい。お前のために惜しんでやってるんだ。その力を持つお前を普通の人間が捉えられるはずがない。そうだろう。お前はいつでも鎖を壊しその場を去ることができた。だが崩壊が再び降臨し、そこが生存者のいない七になるまでお前は何もしなかった。なぜだ。聞くのはいいが、その後お前には死んでもらう。もう一度教える必要があるみたいだな。お前にそれはできない。死ぬのは俺じゃない、お前だからな。だが確かにこれ以上聞く必要はない。道理でお前は療養所の事件が起きた時に一人の融合戦士と戦うことを選んだんだな。そして火を追うかのやり方を認めなくてもあそこから離れなかった。戦後この世界において二人の首領に次ぐ男。もういい。その男が本当に追い求めるものは、もういいと言っているだろう。帰る場所、家に過ぎない。正解か。もういいと言ってる。なんだ、この鼻向けは気に入らなかったのか。めったにない機会だろう。ああ、いいだろう。もう時間がないし、これ以上猫をかぶる必要もないからな。確かにお前は強者だ。そう認めよう。だが、ここまでだ。心の扉を開けてくれたことに感謝する。それと、自ら次の犠牲者になってくれたことにもな。お別れだ。火を追う英傑、第六位。お前だ！やっぱりお前だったのか。死ぬ前の悪あがきなど何の意味もない。何の役に立つ。お前はどうすることもできない。それが事実だ。確かに俺はそうだが、時間を稼いでるのはお前だけだって本気でそう思ってるのか。
仲間に希望を託すだと。それがあの戦号がすることか。お前は二つ目の花向けを渡しているだけだ。ああ、お前の墓に備える花だ。奴らのやり方がわからないわけじゃない。したくなかっただけだ。わかったか。お前が見たかった戦後らしいことは今から始めてやる。お前に礼を言う。おかげであの女の言葉を理解できた。二つ目の人生の可能性、そうだろう。猫をかぶる。そうだな。俺ももう飽き飽きだ。来い。お前は俺の心境が見たかったんだろう。だったら始めよう。最も俺たちに向いてるやり方で全てを燃やせ。死ぬまで。